か今回はちょっと取材できた理由はだいぶ遠回りしましたけどメインはだいぶ遠回りしちゃったメインはなんだっけこれねこれが以前あったこのなんだっけあのこの水で作られた化粧水で以前からあったわけなんですけどこれがなんかこうお客様の声から商品が変わったということでこっちに、はい、あすいませんなんかこんなもの的作りましたねえなんか実は私使ってますよ、はい、これあのこれを使った方とかに、はい、これとってもいいただしもっと保湿な感があればいいなっていうのであのスクワランとかヒアルロン酸とかを入れてこれもあちょっと化粧水製造メーカーさんとの興味でだったら天然の素材成分素材とあとはスクワランもこれ天然素材成分ですからこれを入れて保湿力をアップしましょうっていうことであの製造したんです、うん、そしてあちらさんからこういうものできましたでき製造過程の中で余分なのも入れないこの混合を濃縮したやつとこれとこれとこれですそれでできるだけ敏感肌の人、うん、極端なこと言ったあちらさんの会社は赤ちゃんにも使える、うん、というような肌に優しいものできましたなんかあのねいろいろちょっと右腕としてずっと社長を支えてらっしゃるので私先ほどちょっといろいろお写真を改めて見させていただいたりお客様の声をねあの聞かせていただいたりしてたんですけどもう本当にあの犬猫ペットちゃんからお年寄りまでなんかこう皮膚病から化粧なんていうの肌のシミまでっていうか幅が広すぎてなんて申し上げたらよいかみたいな薬ではないし、はい、あの商品のそうそう水だからねでこれはほら要は飲んだらいいよっていうわけじゃないですか内臓とかねだけど、まあ、肌飲んでいいみんなが良くなるわけなんだからいろんな箇所がってことは肌につけてもいいよっていうんでこれができたわけですよねで確かにこれほら化粧水だからあのなんていうの、はい、こっちの方が使って私の個人的な感想なんですけどこれめっちゃ使いやすいですあの使いますあのね私ズボラだから、はい、そのコットンにこうやって化粧水つけるのがめんどくさいんですよでこれこのままピャッピャって振るでしょ、はい、と、まあ、結構無駄が出るっていうか、はい、だからあのこれをジェルにしてもらったのは、はい、本当にちょっとのワンプッシュですごく伸びるし、オールインワン的な、ね、そうしたらさっきこれ読んで初めて知ったんですけどなんかねあのスプレーに入れればいいんだよって今こっちになるほどなんで全然思いつかなかったんだろうと思って私とも本当に満遍なそうですよねなんかこうやって振りながらもったいないなだからねこれ私化粧水の代わりに使ってるんですよこのジェルあのお風呂上がりに化粧水の代わりに、はい、あの使ってでまあ、 あのすごい冬場とか乾燥するときはあのクリームをその上からのせてますけどですよね、うん、すごい入っていきますよね、うん、そう、うん、次のものが入っていきやすい、うん、やっぱそうなんですかあそうですねもう本当導入剤的な感じでつけます使ってますあのね、うんあのね、み、なんていうの、こういう感じ、こういう感じ、あの、わかるかしら、カメラに映るかしら、こういうね、透明の、こういう感じなんですよ。で、すごいね、こう伸びるのね。ベタベタしない。そう、ベタベタしないので、あの、猫飼ってらっしゃるでしょ。はい私もうちの猫いるじゃないですか、でベタベタしてるクリームの難点は、うん、どうしてもいくら掃除しても猫の毛ってつきますよねつくんですよ、はい、顔とかにちょっともう痒くて気になるから、はいはい、これはね猫の毛がつかないペットの毛を寄せないんですよね、うん、本当乾くと本当すっごいサラサラになるので、うん、でなんでこんなにこのなんていうのこれ読んだらいけないのリンデロンとリンデロンってこれアンケート調査してもらったらステロイドですねステロイドですよねそれやめたっていうお話とか、はい、これであの痒みが出たらジェルをつけているようにしていますとか赤みが引きましたとか
ネットにもたくさんお声来てますよね。そうなんですよ。うちもね、あのお店でこちら扱わせていただいてるんですけど、はい、たくさんレビューいただいて、ね、本当にリピーターさんが多くて、もう手放せないっていう方が、うん、なんか、はい、頭皮のかゆみとかね、あの薬局に行くと皮膚系のなんていうの病気っていうか、よくあるじゃないですか、はい、頭皮のかゆみに虫刺され、あとこんなあのあレビューにあったんだ、はい、あの虫のブヨ、はい、あ、はいはい、ブヨ、はい、ね、私なんかブヨ毎年一回かぶりやすい、若いですからね、うん、でこんな腫れちゃうじゃないですか、はいはい、え、ブヨにもいいの、はい、なんかね、僕の知り合いの方、はい、結構肌トラブルの人が多くて、うん、やっぱりお医者さんからは保湿です、保湿をきちんとやってねって言われて、いろんな保湿剤使うんだって。でも敏感肌の人って合わないんだって、多いんだって。例えば聞いたら、あの水戸さんから、私はグリセリンがダメなんです、ダメなんです。あ、結構いる、結構いる。グリセリンからの保湿の方が合わないんだって、やっぱり、うん、ということで、じゃあそういったものをできるだけ使わない、うん、アルコール全部っていうので、あちらさんの会社として8つのフリーしましょうっていうので、あの肌トラブル、敏感肌の人にも使えるようで、なんかどこにでも使えるっていうのがいいよね。で場所も回数も、これは読まない方がいい、これは読めないけど、でもちょっと事例として、まあ高齢の男性とかになると、やっぱりほら、あの何、あのこれぐらいなので股ずれとかね、あのやっぱりこう乾燥したりとか暑さとかで、あのそういうなんていうのかな、あのあんまりこう日に当たらないような部分のかゆみとかに悩む方でも薬局売ってますよね。あの女性でもほら、あの更年期の頃とか、あとはあのね、あの月のものの時にかぶれるなんていう人結構いて、お薬のコーナーあるじゃないですか。あれ、これ大丈夫なんですね。薬ではないんですよね。一番やっぱり、まあ、肌トラブルの中で、うん、まあ、さっき言った保湿剤として使ってほしいという中で、例えば赤ちゃんね、うん、赤ちゃんのおむつかぶれとか、うんうん、あとはね、高年者の高齢者もおむつしますから、びっくりしました、おむつかぶれるんです、うわ真っ赤になるんですから、うん、あとね、床ずれ、あれ全部、あれ病院では保湿ですかね、あの特労の方にも聞いたら、保湿はグリセリンを中心でやってます。あ、でも一応は特労の、クリーンマッチの方に使っていただいて、だからそういう、もしね、あうちのおじいちゃんとこでかぶれっていう時は、保湿剤としては面白いかもしれないです。アレルギーとかもアトピーつけていただいて、どうでしたかって言ったら、うん、全然あの違和感がない、保湿剤としては丸ついてるね、書いてあって、次のページの人トラブルの悩み解決、アトピー肌、アトピーの方多いですからね、まあ、アトピーの方もやっぱ保湿しなくちゃいけないんですよ。だからこれ薬ではないんですけども、保湿をすることによって、あの、うん、ストレスがね、あと今時だね、マスク、あ、マスクの後に肌荒れが始まって、なんかあのこの間テレビで見たのは、マスクずっとここにかけてるから、あのここにね、出来物ができちゃうんだって、ずっと紐で、うん、でそういう方にもいいかもしれないですね。うちの、そのお客さんでやっぱりその、うん、そのマスクですごい荒れちゃってって、これアイロスアリングされてる方います。治りました。あ、本当に良くなるので欠かせない。犬の病気からね。そうなんですよ。犬にもこれこのままピッピッと塗る。あのワンちゃん用のね、この、あ、保湿入ってない、はいはいはい、お水だけのものがありますけど、私イベントで結構あのお客さんその場で試していただくんですけど、はい、ほんとその場で良くなる方とかいるんですよ。あ、そうなの。驚いたことに。さっきあのファイル見せてもらったら、はい、塗ってからの2分後、5分後、10分後みたいな感じで写真撮られてるのがあって、なんかこう1日とか2日経つと、あ、良くなったかなっていうのはね、まあお薬系だとありますけど、そんな
秒とか分のレベルですかね。そう、結構ね。別商品ですから、一応。イボが取れたとかね。はい。っていう方もね、いらっしゃるので、本当に結構万能ですよね。すごいよね、ここは。それが地下から湧いてる水だっていうのかな。不思議ですよね。あ、ここまで作ると天然って、うん、捨てたもんじゃないですよ。まあね、本当ですよね。まあね、本来はその今ね、お薬とかいろんなもの出てますけど、本来は自然界にあるもので全て人間なんか完結できるはずなので、うん、本来はそうなんでしょうけど、やっぱりそれを発見できる能力がなくなったっていうかね、キャッチ販売してるものってやっぱ化合物がメインですもんね。そうです。このシンプルな中身が本当にすごいよね。このねジェルは本当におすすめで、まあどこにでも使えるのもいいし、今ほら匂いが嫌だっていう方結構いらっしゃるね、匂いがちょっと苦手っていう方結構いらっしゃるので、本当に無臭でベタベタしないので、ペット飼ってて毛がつくの嫌なの私だけだ、さっきいないんですかね。いや結構皆さんそのね毛のトラブルっていうかね、ありますよね。あると、なんかね化粧品のクリーム次第で寝るときに舞った猫の毛がねこうつくともすっごい痒いんですよ。これは本当にそれがないから、ゆっくり眠りたいときは本当にこれが良かった。あと痒みがある方とかは枕元に置いておくらしいです、これとかこれを。ああなるほど。痒いと思ったらつけて。アトピーの方とか、はいはい、まあ、基本的には乾燥してる人、あれアトピーの方もやっぱ乾燥するんだって。あ、そうですね。だからもう乾燥を感じたときに多分痒みが出てくると思うので、うん、そのときにも常にそばに置いておくとこれで楽になるっておっしゃってます。水飲んでたら治りそうな気もするし ね、 内臓からね、ダブルでね、そうよね、やっぱ外からそうね、両方必要でしょうね。やっぱ症状が出た方はそうですね、うん、症状が出た方はやっぱり中からと外からとやっていただけたらいいかなと思いますね。この間やけどした時にこれ使ったら、うん、すごい楽になったっておっしゃってました。お客さん、なんか写真にあったのは、はい、なんかここにすごい傷の女性ありませんでした。あ、転んじゃってこう、なんかすごい傷、はいはい、あんな年齢になって、うん、あんな傷したらさあざなりますよね。そうなんですよ、やっぱりね年取ってくるとなかなかね、うん、再生能力が、うん、遅いのでスピードが。でもね、あの方ほらこれで治りましたってすごい綺麗になってたけど、その薬は塗らずにもうこれ直接ひたすらこれをつけて、あとも残らずシミにもならず。でもあれ基本的には個人の意見ですから、はい、これ薬じゃないんですよ。そうなんです、ね、まあ、そうですよね。保湿することで結構人間ってきちんと、もしあれ保湿っていうのはバリア機能なんですね、うん、そして自分の皮膚は自分で治すっていう人間特有のシステムがあるんですよ、うん、だからこれってそれにまあ保湿してやって、要するに人間が自分で自分を治すということに対してちょっとだけこう、ね、例えば乾燥する水分を防いでやろう、そうすると自分で治していく、うん、要は保湿する自分のそういう能力がちょっと中によって減っちゃった人がやっぱりかゆみって出るんですかね、アレルギーとか。あれは聞いたら肥満細胞ってあって、うん、肥満細胞、そこを刺激するとヒスタミンっていう成分が出るんですよ。あ、こう、わかりますね。ヒスタミン成分っていうのは脳に反応してかゆみを出す成分として有名でありますので、うんうんうん、結構もしよければ成分でヒスタミンありますよね、結構ね、はいはい、これで全部解決できるってことなんですね。まあこれは個人差があります、まあね、まあ、もちろんでも私は実感してますよ。私も実感してるし、やっぱリピーターさんが多いっていうのは、あ、カメラマンさんも手を挙げた。リピーターさんが多いってことは
あのそういうことなんだと思うんですけど、まあ、使うまでがね、世の中今うちの会社もいろんな商品ご紹介させていただいてることあるので、まあ、甘えよう方いるかと思うんですけど、あのやっぱりね、主婦のお財布に優しいプチプラなお値段ということで、はい、これはおいくらでしたっけ？普通ね、このサイズの化粧品の化粧品会社、例えば大手さんですか、これだけのサイズがあったら、まあ、8000円から高いものだと2万円ぐらいします。安くても8000円ぐらいしますよね。これ8000円じゃ買えないか、この量。これ何だろう、これね、150g 税抜き3000円。ね、だからね、あのどんなにいいものでも2万円だったらいいに決まってんだろうと思っちゃうんですよ、うん、主婦いいに決まってんだろうとか思いません？思います。なんか自分の化粧品に2万円だったら、はい、よっぽどよっぽど物がいい場合は使えますけど、ただあの何化粧水に2万円っていう、美容クリームとかなんとかクリームの2万円はありなんだけど、化粧水の2万円はちょっとやっぱね、あ、起きますよね、なんかこう値段見た瞬間に。だからこの3000円っていうのがめっちゃいいですよ。いいですよ、何しろ寝たきりのおじいちゃんとかね、カブレとかあれ、ね、だって私これ相当使ってるけど結構減らないですよ。減らないです、これ。150g 入ってるから。これ3週間もする、毎日使っても3週間以上もする。全身、全身でしょ。いや、いくつぐらい持ちますよ。持ちます。これって、うん、これまずいなと思ったもんね。全身使って1ヶ月で、顔だけだったら半年ありますよ。いや、私は髪につけて。へぇー。寝癖直しみたいな感じ。あ、頭皮よ。乾燥肌の人。あ、つけ。痒いって人。なんか下手なさ、薬局の薬買うよりは、だって薬局の薬こんなチューブで1500円とか1600円できますよね。でね、あのぶり返すじゃないですか、うん、一瞬良くなっても、はいはい、だからこれずっと濡れてね、3000円とか全然いいでしょ。値段が安くて素敵、高層高山、まあ、嬉しいですね、なんか言われて。やっぱりね、あの庶民の人が手に届きやすいお値段っていうのはありがたいですね。ありがたや、ありがたや。そしてあの効果が、効果も幅広きゃ、使える人種も幅広いという、ね、これのさ、ペットバージョンもありましたよね、ね、あの、はい、ショップの、あのリンク貼るのかな、わかんないけど、ね、あのペットの目薬とかありましたよ。ペットちゃんも本当良くなってます。お客さんも良かったっていう声いっぱいいただいてます、ね、だからもうそれも全て全部ここの地下から湧き出た夢なの、お水から水だらけだと、うん、本当に天然侮れないですね、本当天然に勝るものはないんですよ、うん、天然のものはそして安くて良くて悪いところはないですよ、はい、本当はこれ舐めてもいいよかな、化粧水せずな、すいません、これ舐めてもいいんですかって。あ、大丈夫なんじゃないんですか、ダメなんですか。いや、舐めても大丈夫ですよね、苦いけど、口に入っても別に大丈夫な、天然のものしか入ってない。実験初めてです、ちょっと舐めてもダメ。だって水と、はい、苦いですね、あ、苦いと思います水と、あ、これはあれですよね、だから保湿成分が入ってるからちょっと苦いところです、はい、あ、でもこっちはあれなんじゃないですか、サトウキビとサトウキビと水だけだから、あとローズマリー、そうですよね。そもそもなんでこれ知り合ったかっていうとあのうちの番組にも出ていただいてる方が、あの先生が、とある先生がなんか何かのイベントで多分知り合いになって、あの D さんがね、そう、そこでもらったお水のさ、こういうなんかこう、はい、なんていうの、試供品みたいなのを、あのちょっとこれすごかったんで、あーさん使ってみてくださいっつって置いてかれたのがこうと思ったんです。慣れ染めですよね。慣れ染め。そう。で、なんかその説明がちょっと何言ってるか分からなかったんですけど、いいものをそのお店の人でもない人が、この水がすごかったんだっていうことを感動してるのだけは分かったんですよ。
めっちゃこのお水のことこう説明してるの全然関係ない人が見てすごいなんか宣伝してくださってました、ね、多分ね、あんだけね、はい、改善すれば、もうご自身でね実感されたみたいなので、うん、言っちゃうよね、はい、やっぱりね、はい、私も実はね今何月もうじき7月ですけど今年年内にファンデーションやめたいんですよ。あすごい BBA になってきたのでやっぱファンデーションやめたいなと思って、化粧をするほど夕方になるとよれてくるじゃないですか、中年になると。だから今ね今年もうやめようと思ってファンデーションを、でそのためにちょっと継続的にですね、で来年ご報告したいと思います。ビフォーアフター、やっぱね半年とか使うとお肌がだいぶ継続的に使う、ね、変わってくる、変わってくると思うので、来年またファンデーションをやめた佐々木を目に見てください。楽しみ。社長ここのこうで、はい、こうやってやるんですか、はい、なんかハンドクリームの代わりにもなりそうな感じですね、はい、これすぐ乾くんだよ、なんでかな、ねえ、ほんとすぐ乾くの、だからこうベタベタしなくて、はい、とってもいいの、うん、しっとりね、はい、本当に。だからぜひ皆さん一度ねお手に取っていただきたいと思います。社長さん会社大丈夫なんですか。いやでも今びっくりしました。去年1年間でペットボトルの値段3回上がられた。配達の問題で配達も上げられたし、うん、ペットボトルも3回あ容器容器あと箱、ね、今やっぱり、ね、不景気だからね、結局円安とかいろんな小物価が皆さんあってから、うん、でもなんと頑張っています。ねえ、もうそういう社長の良心的なところが皆さんね、ありがたいですよね。なんか膝社長みたいですけども福島の人しか福島の人しか知らないね。DVDABCD、はい、最後締めが何のことか分からなくなりましたけれどもというわけで、高層工芸さんの新商品ということで、プチプラな商品ですので、ぜひぜひありがとうございました。またどんどんいい商品開発をお待ちしております。ありがとうございました。